皆さんこんにちは。先は僕はですね、こちら函館市はね、函館空港に来ております。前回の動画でね、あの高速道路を使って函館空港まで一直線で行くっていう動画を作ったんですけども、その続きになりますね。前回はね、その道路の話だったんですが、今回はこの空港の中ですね、ここをねちょっと詳しく見ていきたいかなと思っております。はい、それじゃあちょっとカメラ前に向けてね、空港の内部の様子見ていきましょうか。さあ、それでは中に入っていきましょう。あれ、こんな入り口だったかな。一回まず手をね消毒して、さあこれがね空港内部の様子になりますが、どうでしょうか。結構ね、あれ函館空港ってこんなに広々としていたかな。僕がね、なんか小さい頃に来た頃はあんまりそんな感じがなかったんですけども、実際今見てみるとすごくね、立派ですね。で、 JAL と AirDo とあと、全日空ですか、それが一通り揃ってますが、格安の航空会社は、あれですかね、エアドゥくらいなのかな。はい、そして今見つけましたけども、函館といえばね、これですよね、ラブライブですよね。これのなんかスタンプラリーとかもやってるらしいんで、ぜひね、皆さん来た際にはこういうのやってみてはいかがでしょうか。全体的にやっぱり今どこの空港もね、静かですよね。もうちょっと状況がね、良くなって人ももっとたくさん来ればいいんですけども、今は少し、寂しい感じがします。で、奥の方にはなんかこういう喫茶店だとか、あとやっぱ空港といえばで、ね、こういうガチャガチャありますよね。函館といえばね、やっぱりグレイも有名ですから、こういったのもあるんですね。北海道らしい、ラインナップがね揃っている感じがします。あとはそうですね、このウポポイの広告が、ね、出てますね。最近いろいろちょっとありますけども、ここもね盛り上がってほしいですよね。ご飯を食べるところも、こういうラーメン屋さんとかもあるんですね。あとはそうですね、ここは出口か、このね到着ロビーになりますね。到着ロビーの他には、こういう総合案内や、向こうは、大体こういうのはレンタカーとかの、そうですね、レンタカーのね、受付とかもあります。さあ、それではね、この出発ロビーの方も少し見に行きましょうか。さあ、出発ロビーに到着しました。結構ここもね、広々としてますね。天井がわりかしこう高いんでね、開放感がすごく、ある感じですね。で、向こうが出発口に、なっています。周りはそしてお土産屋さんとかがね、並んでますね。やっぱり北海道らしいロイズとか、六花亭ですとかね、白い恋人、そういったものが一通り揃っているので、そうですね、こういったところでお土産とかをね、買ってみるのも、いいんじゃないでしょうか。ブラックサンダーとかも置いてる。で、こっちの方にもさらに、広いね、そういうお土産屋さんがあるんで、この辺はすごいいいですね。前に行った釧路空港とかよりかもかなり、本格的なお土産はね売っております。他にもね、こういう本とかも売ってるんで、空港の待ち合いの時間とかを潰すのにもいいかもしれないですね。そして、こういった服とかもこれレンタルなんですかね。面白い、いろんなものありますね。物産展的なものもあるんだ。他にもね、こういった写真をね撮るスペースなんかも、ありますね。ここで写真撮ってくださいっていう、わすごい、これまだあるんですね。このなんだろう、メダルを作るやつなんでしょうか、ブラウン管のテレビのやつね。僕なんか札幌のね、テレビ塔かどっかに似たようなものがねあったのを覚えてますね。すごいちょっとクラシックな感じですね。あと、函館といえばね、これラッキーピエロ有名ですよね。ラッキーピエロのタンブラーとかカップとか、そういったものが売ってるんですね。僕もね、暇があればラッキーピエロ行ってちょっとね、中の様子撮りたいかなと思うんですが、なかなかね、あそこ撮影するのが難しいっていうんですかね。はい、お客さんがいっぱいいるんでね、なかなか撮るのが難しい感じではありますが、チャンスがあったらね、またちょっと中の様子ね、お届けできたらいいかなと思っています。さあ、お土産屋をね、過ぎますとこんな感じでね、こうお見送りコーナー的なものも、あります。向こうはね、本当にチケット買わなきゃ入れないんで、ここから
見るだけになってしまいますけども、どこも広々としてますね。でこっちはなんか手もみの、 あのマッサージの、ね、お店があったり、あと有料ラウンジとかも向こうにあるのかな。はい、まあ、2階はねこんな感じですね。それじゃあ3階も行ってみましょうか。さあ3階に到着しました。3階はこれレストランが、あったりですとか、他には、まあ、こういうフリースペース的なものもありますね。これ何でしょうね。函館広場って書いてますけど、あ、子供が遊ぶアスレチックがあるんですね。へえ、なんかこう面白いですね。他にも、あ、なんかね、ちょっと昔懐かしいあのゲームがあったりとか、空港に置いてあるこういうゲーム類って、ね、もう1世代2世代以上前のものがあったりするんでね、なんかちょっと懐かしいものもありますね。はい、リズム天国とかもだいぶ前のやつだと思うんですけども、で太鼓の達人もこれ14点ですけども、14っていつ頃なんだろう。UFO キャッチャーもね、だいぶ年季が入ってますね。はい、こういった、プライズゲームもちょっとだけね置いてあります。それ以外は向こうもあれなんですね、展望デッキがあるんですね。あ、今日はねちょっとあれですね、曇ってるんでね、デッキは綺麗に見えるか分かりませんけども、あ、ガラス張りになってるからここ外でなくてもね様子分かるんですね。でビジネスコーナーがあったり、あ、電源とかもね備わってるんで、そういったね運用される方もなかなかいいかもしれませんね。では最後に展望デッキをね皆さんとちょっと見てみましょうか。お、なんかエンジンの音がかかってるから、これから離陸する機体でもあるのかな。はい、展望デッキ自体もですね、あ、ここも非常に広いですね。でベンチもあるんでね、こう座って、まあ、ゆっくり見ることもできますし、うん、ここもいいですね。ぐるーっと今ね、一周してますけども、はい、どうでしょうか。で飛行機についてなんですが、あ、ここはガラス張りになってますね。なのでちょっと反射を抑えるね、CPL かなんかのフィルターを、持ってきた方がねいいかと思います。お、今ですねエンジンがかかってですね、アイドリング中の機体があるし、で帰ってきたやつもありますね。なんでわりかし飛行機はね、結構飛んでるみたいですね。はい、こんな感じのね、外になっています。ガラス張りって言いましたけどね、ここ、はい、フォトスポットってところがありました。なのでここにレンズをこう入れればこんな感じにね、特にフィルターとか持っていく必要はなさそうですね。はい、ここは何もないので写真とか撮る方はここがねいいかと思います。はい、ということでね、函館空港をぐるっと見ていきましたが、どうだったでしょうか。そうですね、空港自体はね非常に広々としていますし、1階2階3階でね、あの全体的にこういろんなお店もありますし、ね、休憩スペースもありますし、で展望台もすごく広々としてるんでね、本当なかなかいい場所なんじゃないでしょうか。1点だけねちょっと残念だなと思ったのがね、やっぱりこれだけ、まあ、大きい空港なんで、できればですねこう格安航空会社とかあればもっと利用する人も増えるのかななんてね思ったんですけども、過去に、まあ、撤退したね歴史もあるので、なかなかねその新しいのが入ってこれないところもあるかもしれないんですけどもね、まあ、今後ねこのコロナとかが落ち着いてきたらまたね函館の観光とか盛り上がると思うので、ぜひね皆さんもこの函館空港を一度ね訪れてみてはいかがでしょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆さんも何かも参考になれれば幸いです。でここもですね、こんな感じでね北海道の面白いところやね、さまざまな風景撮っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。